さあこれより試合は最終クォーター第4クォーターに入ります。攻守方向入れ替わり、クラブアイランズ画面向かって左から右に攻める格好でフォースダウン9の状況で試合再開となります。アイランズプレーを選択します。ギャンブル4回目も攻撃としました。9ヤード前進試合と攻撃権喪失です。ここでホイッスル。アイランズここで後半1回目のタイムアウトを取りました。アイランズここでプレーをすると見せかけることにより愛知ゴールデンウィングスの動揺を誘う選択をしたようです。しかしこれによる効果がないと判断し、ここで一旦タイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けましてプレー再開です。アイランズフォースダウン9。さあフォーメーションはショットガンフォーメーションを取っています。プレーを選択する模様です。フォースダウンギャンブル。さあここでランプレーによる突破を図りましたが、しかしこのランによるゲインはほとんどありません。結果4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。アイランズこの9ヤードあえてマークされているパスでなくランによる突破を図りました。しかしこれはアイランズ失礼しました、愛知のディフェンス陣突破を図るには至れず攻守交代となった模様です。さあこれによりまして愛知相手陣48ヤードからの攻撃となります。愛知ファースター。さあ中央へのランプレーを図ります。キャリア35番、タックル受けながら中央に約4ヤードのゲインとしています。キャリア35番は水野、日本福祉大学出身。愛知相手陣44ヤードからセカンドダウン6。ナイスラン、ファースター。クォーターバック13番、ワイドレシーバー8番へのヒッチパス、横へのパスを取りました8番、そこからキャッチアンドラン、相手ディフェンスのタックルを弾き飛ばしそのまま一気に前進し攻撃権更新としました。愛知ファースター。パスを投じましたクォーターバック13番は吉田、名古屋商科大学出身。取りましたワイドレシーバー8番はビリー・ヒュイット、タルンステートユニバーシティの海外からの参戦プレイヤーです。愛知相手陣16ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで再び愛知はパスプレーを転じようとしましたが、このパスをアイランズ58番がパスカット、あわやインターセプトという見事なパスディフェンスでした。クラブアイランズ58番は小牧、大阪学院大学出身、エイジ46、46歳のプレイヤーです。愛知相手陣16ヤードからセカンドダウン10。タッチダウン。
ここで愛知が選択したプレーはランプレー。キャリア30番、ハンドオフを受けて中央突破し、相手ディフェンスの隙間を縫うようにそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチアウト。愛知6点獲得。そしてこのトライフォーポイントを毛利が見事に決めまして1点追加。愛知ゴールデンウィングス40点、クラブアイランズ0点。愛知この攻撃もランニングバック30番の近藤の見事なランプレーによりタッチダウンとしました。さあ得点を重ねます。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。さあアイランズリターンに入りますが、これも愛知のディフェンスカバーがよく、アイランズ陣20ヤード付近手前でこのリターンは止められました。愛知キッキングチームにも一日の長を感じる素晴らしい活躍が見えます。アイランズ自陣18ヤードからファーストダウンテ、さあアイランズ中央へのランプレーを重ねます。しかしこのランプレーによるゲインは約2ヤードにとどまっています。クラブアイランズ自陣20ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。前パスが浮いている間に相手選手に接触したという反則です。この反則は重大な反則として扱われます。前パスが浮いている間は基本的に双方ともに接触してはいけません。この反則が発生した時点を攻撃権更新時点とします。したがってクラブアイランズ、自陣26ヤードに前進してのファーストダウン点となります。アイランズ自陣26ヤードからファーストダウン点。パス成功。ウォーターバック11番、ワイドレシーバー83番にパスを通し、約4ヤードのゲインとしています。クォーターバック11番は旗部、九州工業大学出身。取りました。ワイドレシーバー83番は橋本、近畿大学出身。
クラブアイランズ自陣30ヤードからセカンドダウン6。ナニバック23番クォーターバックからハンドオフを受け左オープンに展開、相手タックルをすり抜けるように攻撃権更新としました。クラブアイランズファースター。ナニバック23番は金城、江南大学出身。アイランズ自陣37ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック11番ワイドレシーバー83番にパスを通し約5ヤードのゲインとしています。ターゲット83番は橋本、近畿大学出身。クラブアイランズ自陣41ヤードからセカンドダウン5。さあ中央へのランプレー、キャリアは23番、密集点を貫き約3ヤードのゲインとしています。23番は金城、江南大学出身。アイランズ自陣44ヤードからサードダウン中央へのランプレーで突破がありました。キャリア23番、攻撃権更新ファースター、金城ここで体を張って攻撃権更新を取りました。クラブアイランズファースター、ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。さあ試合再開となります。アイランズ自陣46ヤードまで押し上げ、この位置からファーストダウン10の攻撃で試合再開です。インターセプト。ターンオーバー。ここでアイランズ1点ロングパスを投じました。クォーターバック11番、これを待ち構えたかのようにあえて縦への長いパスを投じましたが、このパスを取ったのは愛知3番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス3番の佐川、愛知大学出身のチームキャプテンです。
さあ攻撃権得ました愛知、相手陣27ヤードからファーストダウン10。ナイスダウン、ファースト。クォーターバック13番、ここでワイドレシーバー8番へのヒッチパス取りました。8番が相手ディフェンスをすり抜け、そのまま一気に攻撃権更新としました。愛知ファースト。クォーターバック13番は吉田、取りました。ワイドレシーバーはビリーヒット。愛知相手陣12ヤードからファーストダウン10。ナニバック35番ハンドオフを受け、右オープンへの展開をしました。しかしこれをアイランズ52番が対応しまして、このランプレーによるゲインを1ヤードにとどめています。キャリア35番は水野、タックルをしました。クラブアイランズ52番は梅原、神戸大学出身。ここで負傷者発生によるレフェリータイムアウトが入っております。さあ試合再開となります。愛知相手陣11ヤードからセカンドダウン9。さあ中央へのランプレーを展開しましたが、これはアイランズディフェンスライン陣が踏ん張り、ランプレーによるゲインを2ヤードにとどめています。愛知サードダウン7の状況に入ります。愛知相手陣9ヤードからサードダウン7。ここで愛知はオプションプレーを選択しました。この判断でクォーターバック自ら中央突破、相手タックルを浴びましたが、そこからセカンドフォードで粘り、そのままエンドゾーンに倒れ込んでタッチダウン。愛知6点獲得。見事なタッチダウンダウンを決めましたのは愛知ゴールデンウィングスクォーターバック13番吉田、名古屋商科大学出身のプレーヤーです。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス47点、クラブアイランズ0点。試合時間は残り1分17秒となっています。このキックオフによりアイランズ、この試合での得点を上げることができるでしょうか。試合は愛知ゴールデンウィングスのキッカー毛利のキックオフで試合再開となります。
さあアイランズリターン、しかしこれを愛知のカバーがよく、アイランズ陣20ヤードを超えたところとして、この位置での愛知、アイランズの攻撃となります。アイランズ自陣23ヤードからファーストダウン10、試合時間残り1分9秒。パス不成功、クォーターバック11番、ここでパスプレーターゲット2番にパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっております。アイランズセカンドダウン10、ボールオン自陣23ヤード、試合時間残り1分3秒。パス成功、ファースト。クォーターバック11番、ワイドレシーバー26番にこのパスを通しまして攻撃権更新です。アイランズファースト。チェーンの位置がセットされますと、この時点から時計が再度回りますが、ここでホイッスル。アイランズ後半2回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。しかし逆にボールを持った選手が外で出た場合、あるいは前パスが失敗した場合は時計が止まります。この時間の進み方を調整しながら、得点が不利なチームはできる限り時間を少ない形で得点を上げることが求められ、逆にリードしているチームは中で倒れることにより時計を回すことが求められます。現在攻撃をしていますアイランズは不利な状況にありますので、この残り時間をできる限り生かしながら攻めることが求められます。アイランズ後半2回目のタイムアウトを取りました。タイムアウト残り回数1回、ボールオン自陣40ヤードからファーストダウン10、試合時間残り53秒。さあクォーターバック11番、パスを投じようとしましたがプレッシャーから左にスクランブルし、そこから外で出ました。結果的に約2ヤードのゲインとしており、また外で出たため、ここで一旦時計は止まっています。試合時間残り45秒。アイランズ自陣42ヤードからセカンドダウン8、試合時間残り45秒。成功、ファースト。ここでクォーターバック11番、プレッシャー浴びながらワイドレシーバー2番にパスを投じ、2番これをダイビングキャッチ、攻撃権更新、ファースト。クォーターバックハタブ、ワイドレシーバー、林のホットラインが炸裂しました。しかしこれによりチェーンがセットされ、時計が回り始めます。クロックに誤差が出ておりますが、試合時間残り20秒を切ります。さあここでクォーターバック11番、スクランブルを展開しました。ゲインはしていますが、ここでホイッスル。
試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス47点、クラブアイランズ0点、愛知ゴールデンウィングスの勝利となりました。クラブアイランズ健闘むなしく、この試合も敗戦という形になりました。しかし随所に素晴らしいプレーもあり、今後に期待したいと思います。見事な戦いぶりでした。そして愛知、見事にこの試合勝利し、1敗を堅持しました。現時点でも優勝争いにおいてはまだ不利な状況が続いておりますが、逆転優勝に向けてその期待を抱かせる見事な戦いぶりでした。ナイスゲームです。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに最後まで挑み切ることができなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここで一旦この配信は終わらせていただきます。チャンネルを変えまして、この後に行われます第2試合磯野スーパースターズ対大阪府警シリーズの一戦をまた配信させていただきます。本日の配信は X3 全13チームの共同企画として、全てのチームおよびこの画面上にありました様々な方々のご好意によりまして実現しております。皆様のご好評大変ありがとうございます。その配信を今回受けたまらせていただきましたのは、私道楽屋自社でした。それでは失礼いたします。